ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。久しぶりに関西弁で。いや、私たちも本当めちゃくちゃ緊張してたんですけど、うん、あのちょっとこんなこと言ったら失礼なんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しくて。あ、それは何です。あの辰巳斗君も、うん、いや、なんかもう肩の荷が下りました。もう緊張しましたわ。肩の力が、あ、力が、はい。天ヶ茶ね、天ヶ茶最近綺麗になりましたよ。そうなんですよ、ね、うん、私上京するまで、うん、全然あのラピートとかもそんなにあんな止まるような感じじゃなかったんですけど、うん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 、今すごい開けてるんですよ。そうそう、道路も綺麗になったしね。あそこにマンションが建ってるんですけど、うん、あそこって駅前に、あ、駅前ね、天ヶ茶の一つの噂があって、うん、山口ひろみがマンション買ったっていう話があって。ああ、よくあるよね、そういう都市伝説で。しかも笑えるのが、うん、私の家に挨拶に来はったって言うんですよ。うん、いや、山口ひろみですけど、あの歌手の山口ひろみですけど、隣に引っ越してきました、うん、マンション買いまして、よろしくお願いします。違うやんって言うんじゃない、誰が言うかっていう。そんなん言えへんよ、マンション買いましたって言えへんな、大体。いた私もうすごい笑ったんですけど、うん、都市伝説じゃなくてそんなことよく作るなと思って。まあでもそんだけ地元でうちから出たんやでっていう、そういう話になってるってことよね。ありがとうございます。いえいえ、あのそうなんですよ、西成の都市っていうことや。あの青空のおっちゃんたちのテントの中に誰のポスターも貼ってないけど、うん、私のポスターだけが貼ってたっていう、うん、みんなびっくりしたっていう。もうやっぱり地元やね。地元です。地元でも、天ヶ茶の皆さん見てますか。うん、言うとき、私が山口ひろみです。私、天ヶ茶、あ、こっちですか。天ヶ茶東。今も家はないですけど、あの、チンチン電車の裏に住んでました。あれ、何線やっけ、半壊線やっけ。そうです、半壊線です。うん、そう、あの家が亡くなる借家やったんですけど、うん、母が亡くなって、うん、もううちら出たんですけど、うん、あの、家が潰されるときに近所のおばちゃんから電話あって、うん、また家潰れるらしいでで見に来いって言われて行きました、東京から。で暮らした、はい、で潰れた跡地で、うん、みんなで近所のおばちゃんの写真撮る写真撮る写真絵にもらってもらそんな素敵なとこです。うん、そうやね、あの人情味あるもんね。そうですね、うちらのとこも港区もそうやけど、はい、やっぱり下町、はい、どっちか言ったら下町やから。そうなんですよ、ね、うん、私も実は商業高校出身なんで。あ、そうなん。私天正です。あ、天正、今も一緒になってるからね。そうなんですよ、一正天正東正。そうなんです、うん、なので、あ、ということは、うん、先輩になるんですね。あ、まあそんな突然先輩やねいやいや、歌手でも先輩、高校の先輩になるんですよね。そう、今はね、今になったらね。はい、どうも、先ほど。あの人と同じ、うちのマネージャーさんもそうなんですよ。ああ、そうなんだ、3人一緒なんや。へえ、うさぎ組、うさぎ組。ああ、なんか式場で苦労するらしいですなんでなんか言われました、私自分の母親から。あんた小さい時から、あんたの言うとこで、あんた男で絶対苦労するんでって。うさぎ年はな、男に恵まれへんねん、式場で苦労するんでって。いや、だから独身なのかなって。私一回相談したことありましたよね、小田さん。結婚できないんですけど、結婚できないんですけど一回いときって言われました。帰ってきてもいいから一回はいときや、ね、この話あの歌う直前やったんですけどここに五代夏子さんという方がいらっしゃって、いいですよね、あんたなんでいけないのよって言われてなんでいけないのよ。でそれをさりげなくカバーしてくださってね、一回いときやって言って一回はいときやなかなかええよ、まあ結婚言うのもなーみたいな。そうですそうです、そうですありがとうございました。失敗した私が言うのもなんですが、いやそんなことないです。まあでも結婚は悪くないよ。いや、ちょっとこのうちにいとけって言うんですよ、うちのマネージャーさんが。あ、今のうちに。今コロナで、はいはい、動かれへんうちに。あかんやん、だって濃厚接触はあかん。ちょっと想像してしまいました何を想像してんのすいません、濃厚歌のようなことを想像しました。手もつながれへんことでね、はあ、涙出てきた。ほんまですね、ほんまですね。そうやろ。あ、結婚、ほんまですね、うん、お見合い、まあ一緒やんね、お付き合いですよ。まあまあマスクしといたらいいか、手袋つけるとか、ま、マスク越してチューするんですか。そこはしゃあないな
知るわやっぱり。あ、これあれはどう、アクリル板越し、はい、昔の映画みたいな。ほんま、こんな話いいんでしょうかこれ。いいよ全然。大丈夫ですか。おかしい、うん、そうですね、ちょっとおはよう頑張れって言うから、うん、頑張ろうかなと思うんですけど。いや頑張った方がいいよ。そうですね、うん、続くもんなら続いていったらいいけど。でもうち多分先祖代々離婚してるんですよね、みんな。先祖代々。そうなんです。あら、先に別れた人なの、私だけは。でも母もそうだし、うん、父の家もそうでした、うん、あ、そうなの、みんな、うん、まあまあそれはだって前提とせんでもいいやんか。そうですね、今は昔と違って結婚のスタイルもいろいろあるやん。はい、だからはい、うん、頑張ります、うん、まあ、頑張って、頑張って、そうですね、いい人に巡り合ったらいいね。そうなんですよ、募集してます。募集、はい、募集中です。募集中です。山口ひろみ、うさぎ年、はい、結婚願望あり、はい、彼氏募集中です。はい、よろしくお願いします。ただちょっと濃厚接触はちょっと濃厚接触はでも濃厚接触なしでなったら結婚まで難しい。そうですね、いやでもやっぱちょっとハッピーな恋がしたいですね。ハッピーな恋いいね。ちぎりだけみたいな切ない恋はしたくないです。しんどいね。しんどいあれはしんどいと思うわ。あれはね、うん、もう歌聞いてても もうしんどいですもん。 あんなに器の大きな女なかなかおらんよな。いてないです。でも私あの2番の歌詞好きやねん。あ、泣けば明日が欲しい。いや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 、そうなんです。これは男にはわからんやろな。わかりますわかる、わかれへんやろ。でも男性が書かれてるじゃない、荒木先生だから。そらもうあらとよ、あらとよあらとよはたくさん経験してるから、いろんなことを。そうですね、うん、でもそういう、はい、なんていうやろ、疑似恋愛でもいいから、はい、そういろんなこうパターンを、はい、こうなんて自分の歌の中にこうやってこれるようにしといた方がいいね。そうですね、何でもいいね、映画見るでも本読むでも。私今こういう時心がザラザラするんやなとか。韓流にハマってるんです。韓流はピュアやけどねそう、うん、そうなんですけど、あの愛の不時着ってやつにハマってて、あれで、あ、これ好きで別れるってこういうことなんやなってちょっと久々に思い出しました。好きで別れる、はい、その新曲の、新曲の、あ、ありがとうございます。色っぽい、ほんまや、綺麗。いや、近所の表情がちょっとセクシーですけどね。そうなんです、これ誰って言うんですけどね、いつもみんなが。これはこのまんま秘伝半島です。浅小山先生が作詞で、うん、作曲は、あ、そうです、ちぎり酒一緒や、はい、岡千秋さん、岡千秋先生に、はい、私もあの鼻歌のように歌えて、やっぱり歌われ歌われ違うやん、自分が鼻歌で歌いたいだけやん。そう、歌えないです、歌えない、はあ、これとてもこれも切ない歌で、本当に好きで、あの命を懸けて愛した男性に捨てられるんですけど、捨てられて北の最果てに行って、うん、北志向やね。そうなんです、寒いとこ行きたがるもん。寒いとこ行きたがるんですよだから失恋すると辛い歌聞きたくなるんと一緒やな。そうなんですよ、本当にそうで。でもこの女性私結構好きで、うん、あのなんかあなたの幸せ願ってみても、うん、嘘をつくなと泣くかもめってあるんですけど、うん、一応なんか捨てられてるけど、うん、一応あなた幸せになってねって願ってみるんですよ、その女性、うん、だけどそんなこと思えるはずなくて、うん、どうせもうちょっと不幸になってほしいって絶対思うじゃないですか、自分を捨てた男にそんな自分より幸せになってほしいってすぐに思えないと思うんですけど、うん、それをだからカモメがそんなこと嘘つくな嘘つくなって言ってるっていう比喩が、カモメにあのあれやな、慰められてるわけ。そうなんだ、私好きで、その弱い部分の自分を、はい、自分が分かってるから、はい、ね、あのカモメに慰めてもらってるような気持ちになるっていう。そうなんですよ、ミュータさん、ありがとうございます。岡先生ですから、めまいがするほどの恋してますか。これうちの社長がキャッチコピー考えたんですよね。社長はあれだな、北島三郎先生 あの長男です。ああ、龍社長、はい、龍社長が考えたんです。龍社長恋してるんかな。ドンさんのラジオじゃないけど、カーッとカーッと多分してると思うよ。うさぎ年です、うさぎ年、同い年かな。え、あ、そうだと思います。同い年、そうそう、同い年、はい、恋はした方がいい、はい、ね、恋した、めまいがするほど
してみたいわ。どんな感じなんかな、夢愛するって。全然しない。クラクラしてんねやろね。クラ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 すんだ。してると思います。してるかな。私してクラクラしたことないな。まあでもクラクラするほどの恋もしていただいて、はい、結婚も目指していただいて、はい、何よりも飛蓮半島のヒットを、はいね、はい、あのコロナが明けた暁には、そうですね、はい、はい、ぜひ頑張ります。はい、カモメに慰められてください。そうです。そしてあのコロナ明けにはコロナ明けには、あの私はあの香西先輩のコンサートで、うん、あそうやね、慰めていただきたいと思います。慰めるんですか。はい、歌で慰められてる。歌で慰められてます、もちろん。そういう時に多分ちぎり酒がドーンってくると、ドーンと来ない恋をしたいと思います。ハッピーの方がいいな。ということで、山口ひろみちゃんでした、はい、ありがとうございます。